皆さんこんにちは。ジオジャのミニプラもいよいよ第2弾の登場となりました。こちらでございますね。動物合体シリーズ02でございます。今回はジュオーワイルドのミニプラとなっております。それでは一つ一つご紹介していきましょう。表でこちら横ですね、ラインナップで、後ろが、合体のですね、これがジュオーワイルドに合体した様子、こちらがワイルドジュオーキングに合体した様子ですね。で、次回は第3弾7月発売予定と書いてあります。1番キューブゴリラの A、 2番はキューブゴリラの、分かりづらいな、やっぱり B ですね。3番はキューブタイガー、4番はキューブエレファント、最後の5番はキューブモグラとなっております。さあ、それでは作っていきたいと思います。はい、組み上がりました。シールも含めてでざっと、私はちょっとのんびり作るタイプなので全部で1時間ほどかかりました。それでは一つ一つ見ていきましょう。こちら6番、キューブゴリラのキューブ状態ですね。こんな感じです。これは、このジュオーワイルドの1と2の、商品を2つ作って組み合わせてジュオー、キューブゴリラが完成するという形になっております。こちら、キューブタイガーですね。5番。こういう感じ。ここに顔が収納されてますね。で、4番キューブエレファントですね。こういうこう淡いエメラルドグリーンっていうんですかね、こういう色の緑っていうのはミニプラでは私は初めて見ました。でこれも、ちょっとグレーなんですよね。なので今までにない色を使った部品となっております。キューブエレファント。そして最後はこちらキューブモグラですね。これは前回のキューブキリンのような、武装パーツになっております。それでは今度はキューブ状態からアニマルモードへと変形させてみたいと思います。まずはキューブゴリラの数字が書いてある部分を前に持っていきます。で、一度この後ろの腕パーツを外して、一個ずらしてつけます。これも一個外して、一回、ちょっと待ってくださいね。一回外して、ここのジョイント穴から、こっちのジョイント穴にずらしてつけます。腕が伸びた状態になりますね。はい、で、顔を斜めにずらし、腕もちょっと角度をつけてみます。そして、2番のセットの中に入っていたこちらのパーツですね、これを背中につけてあげる。はい、完成、キューブゴリラでございます。続きましてキューブタイガーですね。まずはこういう数字の反対側にして、ちょっとここ真ん中を卵を割るようにパカッと開きます。そして中のパーツを一回外して、この部分をこちらに取り付けます。こっちも同様に一回外して、でここにつけると。でこの爪パーツがなんかよくポロポロ落ちるのでちょっと注意が必要です。
はい、付け直したら尻尾を立てて、こうなってたのを閉じて、タイガーの首を出します。そして付けて、はい、で爪を戻して完成。キューブ、キューブタイガーですな。ピンボケですいません。キューブタイガーです。キューブエレファントです。まず首をずるっと前に出してあげて、鼻を出してあげます。そしてここですね、これがこの足の部分、ここの部分が外れないようにこうやってまっすぐにしていきます。はい、これがキューブエレファントのアニマルモードですね。ラストはキューブモグラです。これは簡単です。パカッと開いて角を出したり、キューブモグラ。それではいよいよこの456を合体させて獣王ワイルドを完成させていきましょう。組み立て説明書には別の方法で書いてあるんですけれども、テレビと同じような合体、順序でやってみたいと思います。いきます。4 5 6、ぐる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 ドン、前に出して、よし、そしてジュオワイルドです。テレビと同じような合体順序で合体させてみました。全くね、デラックス版と同じ、デラックス版は僕も持ってないんでわからないですけどもね、同じ手順で、テレビと同じ手順で合体してこのような状態になりました。ちょっと見てみましょう。正面から見た図はこんな感じですね。で、これを横がこんな感じ、後ろはこういう感じ。はい、でテレビと同じような合体順序でやってみましたが、ミニプラはここが、ここからがね、すごいところです。同じようなデラックス版と同じような棒立ち状態ではなく、隠されたジョイントを使ってリアルに可動域を作ることができますので、可動域を作っていきましょう。まず腕はもうこうやって横に動くようになってますし、拳もこうやってグリグリと動くようになってますので、あの特徴的なドラミングを表現する人はいますし、足ですね、足をこういう風に、ここがつながってる、これちょっとパカッと開いて、ここも開いてあげて、よっ、こうかな、はい、完全に分割することができます。そして、前回のジュオキング同様、この足首を外し、隠されたジョイントを引き出してグッとはめてあげることで、この足首の可動が実現できます。同じようにポッとグリッと出してあげて、ここにくっつけてあげて、はい、
かがでしょうか。これが真のジオワイルドの姿であります。モグラさんを装備させるとこういう状態に